はい、どうも大会です。お疲れ様です。まあ、前回リリスソロでやって、まあ、全然スキル打ってくれず、なんだこれはってなってたんですよね。で、まあでもたまたまでしょと。はい、この前のあれがたまたま運が悪かった、そう思いましょう。そう思って今回はですね、マルチでもリリス裏にしてやってみようかなと思います。まあ、前回は打たなかった。前回は今回は打つというわけでやっていきたいと思います。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そして最後までぜひご視聴ください。それではやっていきます。そうやっていきましょう。まあ、もしかしたらマルチの方がキャラ数が多いからマルチの方が活躍する可能性はまあなくはないですよね。まあわかんないですけどね。ただ、まあ、そもそもリリースがね、カウンター大型なので自分から切る大型ではないんですけど、ただスキルいっぱい打ってくれれば自分から切っても相手のキャラを倒せることは倒せると思うんですよ。ユカリンブルドラなんでちょうど相性いいですね。ソロの時と同じ。バサカ虹、それは強い。砦が欲しいなといったところではありますが、まあ取れないですね。しゃーなし。じゃペンギン回していきましょう。わ、デビル引かれてるのか。デビル嫌だな。あ、ナイスハーピー。下あられいきましょうか。んちゃー、いいダメージ。あ、爆王子確かマリオネットに弱くなったっすよね。マリオネットマジ強くなったな。カツンドスン、いいっすね。ナイスヘッジ。いや下マジで重いんだよな。どうしようかなって感じ。あ、ナイスクリフラー。さあ、ここベビーでまとめたいなと。即死入んなよ。倒しておくれよクリフラー、頼むよ。倒せよ。チビブルー切ってペンギンを合わせてあげたいんですが、何かする前にブルドラと爆王子が強すぎて終わってしまった気がする。さあ、アリンコはしっかり倒していきましょう。チビブルーが頑張ってますね。チビブルーにやってもらいましょうか。あそこは、さあ来たのはアークエンジェル。あのアークエンはどっちにずれる。 OK、リリス行きましょう。前線リリス。あ、初手打った。あんだけ打たなかったのに初手打ったぞ今回。さあリリス頑張れ、打てスキルを。そうだ、倒した。とりあえずチビブルは置いてく、対空はスルー。ここから問題はベビー出して攻めていかないと。もう対空こっちないですからね。さあぐる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 カツンカツン当ててって。ただ強いですねチームで。やっぱユカリンバーサーカーワンパン入れている。素晴らしい。そう、ナイスヘッジ。それでワンパンにされてしまいましたが、うわー、ゴスが初手で消えるんですよね。強いな。さあやつは倒し、下もあられちゃんで、んちゃー。ゴスマジ強えな。初手で消えすぎ、この先いけないもん。さあ切られましたが、まあ押さえてあげて、はい、ワイバーは届かないと。 OK、 バーサーかけですね今の。リリース打ってましたね、なんだかんだで。狩られましたけどその後。わかる、喜んでる。さあ続いてやっていきましょうか。まあリリース頑張ってましたねだいぶ。まあ悪縁を、まあ悪縁ね、あの小悪魔ケツ当てしても小悪魔に悪縁が反応しちゃうとスキル打ってきちゃってリリースも食らっちゃうんで、結果的にダメージトントンになってましたけど、まあまあまあでも悪くはなかった。さあバーサーカー引きましたね。行きましょうか。小玉の金鉢、最近小玉信用してないんだよな。あ、最近どころじゃないけど、なんか取らないときほんと取らないですもんね、このままね。でも相手のキャラ取りますよね。多分みんな持ってると思う。さあ、ここは取れずしょうがない。さあ、ヘッジでダメージを出しに行って。まあ、あそこゾンビ出てますけど、あのゾンビはまあいいでしょう。ブルドラいるんで。まあ、多分床にブルドラ切るかな。切りましたね。
はい、ユカリンブルドラに任せておこう。それはまずいので瞬殺しに行きましょう。まあ前線に切ってくれれば問題ないですね。中型で枯れるんで。ペンギンが大量に出てきましたね。あのペンギンのうち何体が奪えるのか、奪えるのか試してみたいんですけど、まあ、下手なことしてね、あの狩られても困るんで。はい、そもそもペンギンが育ってないですね、あんまり。でリリスは狩られかけてますね、アリンコに。アリ入れられた。そう、何クレフラー出しましょうか。バルキリー食った。その小悪魔がね、片方でもやられてないとスキルは打たない仕様なので、まあしょうがないとして、しかし食べない。さあ、あのバルキリーが非常にめんどくさいんですが、あ、爆竜が強いですね。取りそうで取れない。ゆかにチビホは切ってくれてますが、チビホはじゃやれないんですよね。なんでマイマイを切ってほしい。マジで子供取らないですね。対オークでも取らないですね、一切。何ができるのこいつ。直近多分5試合ぐらい一体も取ってないですよ。さあやっていきましょうか。いや、なんかまあリリスがアリンコにもともとねあんまり強くないっていうイメージもあったんですけど、まあ、やっぱダメージでかいんで結構簡単に受けたんだ。ダメージ受けたな。死にかけた。まあでも今回はスキル打ってましたね、しっかり。続いて頑張ってもらいましょうか。ゴブリンの虹バッチ。さあスケゴブいるんでね。さあナイス。さあ特殊部隊切って、おお珍しい。ちょっとバルが見れないんでブルドラ行ってほしいですね。バルが見れないんですよね。バルが見れないんですよね。ナイスブルドラ。ただうわあれが入ってんな。 あれナイスですね。あのウィッチ、ウィッチ超ナイス。さあ、おお取られてる。マジ。ただ小悪魔が頑張ってる気がする。よいしょ。バルが残ってんな。まあでもミリか。さあ一発撃ちましょうか。画面が見えない。全然見えない見えない見えない。ゴブ死んだんじゃないの今の。なんで生きてんの。とりあえずこう倒してケルベ置いて、さあバイクユカリンが慌てて置いてくれましたけど、こっから血統シーがバグですね、間違いなく。さあ血統シーがバグ行為をしている。リリス普通に死んだな。普通に死んだな。リリス何もしないで思ったより活躍できない。さあやっていきましょうか。ラスト、ちょっとリリスの活躍を見て終わりたいな。あの今回スキルはちゃんと打ってるんですよね、リリスさん。ただなんかそこまで活躍しなかった。まあさっきのはねカゴつけられてたんで、まあしょうがないんですけど、まあ火力上がってる分なんか面白いことないかなって思ったんですけど、そこまで特に変わったことはなかったな。まあここで頑張ってもらいたい。取ったらペンギンかな。
さあペンギンを当てて削りにいきましょう。ワンチャン間に合わない、惜しい。ただペンギンが回ってるのでいいダメージ入ってる。 OK いいよ。ここはリリスいきましょう。さすがにこれはリリスの出番ですね。出番なんですけど、問題点はあのブルガがね渦潮ぐるぐるするんで、そこだけ問題。さて小悪魔ダメージ、おお、ダメージ出てるっぽいな、よく分かんなかったけど。おお、スキル打つね。頑張れ頑張れ頑張れ。あー、ラルちゃんがいい。スキル打ってリリス、そこでスキル打てば、あー打たないか、そこ打たんかったら意味ないっすよねマジで。じゃあもうこれグリフォンで、さあ無茶砲してもらって、さあアラに恨んでもらいましょう。さあここでペンギンでカットしに行って、多分相手落としに来ちゃうんで、しあの城落としには来させないように倒していきたいんですが、フォックスで時間稼がれている。 OK ナイス、いいね。いや今の試合リリスめっちゃ頑張ったな。調査ヘーダー持ってます、しかも虹バッジ。でも調査ヘーダー別にどこに何かしたわけじゃなかった気がするけど、爆音が強かったな相手のさあちょっとラストこれはですね、まあ、おまけで撮ってます。リリスが活躍すればあげるし、リリスが活躍しなければあげない、そんな感じのね撮影の仕方をね今回してみようかと思います。まあ普段しないですけどね。はい、まあリリスの強さ、あのまあ目立ったところをね見せられれば、まあリリス気になる方はいい情報になると思いますんで、まあどうなるか分かんないですけどね。さあ1、2、3、はい、さあ1-1でやっていきましょう。チビブラナイス。さあ爆王子も切っていきましょうか。トントン、あ上がちょっとめんどくさいなこれ。フェアリー売るか。トントン倒していく。 OK、したら問題はこの上来た。噂をすればなんとやら、いけリリス瞬殺しろ。あ火力なんか高そうに感じるな、わかんないけど。で小悪魔が行ってて、でフェアリーで回復して直してあげたい。 OK、 小悪魔が死んでないんでスキル打てないんですよね。死なないとスキル打てない。であの小悪魔でも後ろ追っかけてくれてるんで、そのまま倒してくれそうっすね。小悪魔が死んでないんでスキル打てないですね。ただまあ倒せると。小悪魔が死なないと打たないからなスキル。でも小悪魔はリリス死んでも残るからな、壊してくれてる。てか落ちちゃう、このままじゃ、このままじゃ落ちちゃう、落ちちゃう。ブルマ持ってる場合じゃなかった。まあなんかリリスが強いというか爆落ちも強かったんで何とも言えないですけど、まあ頑張ってたかもしれない。はい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。今回リリスやっていきました。まあソロの時と比べればスキルは確かに打った、ただリリスがね超強い、こいつやばくね安定だよっていう感じはしなかったっすよね。多分見てる感じでやっててもそんな感じはしました。はい、まあそのこのキャラ必須だろみたいな、安定だよ超強い最強だよみたいなさ、あの情報されて化け物だなみたいな、あの要は今でいうレドラみたいな、レドラのリーダー超強いなって、今もうすごい安定するじゃんみたいなキャラではないかなって感じはするんですけど、どうですかね、ちょっとわかんないですね。なんとも言えない、なんとも言えないけど、今からじゃあリリースおすすめですかって言われたら、好みかなっていう回答になるぐらいの性能かな。いや別にでも弱いとは思わないですよ、弱いとは思ってない、弱いとは思わないですけど、前と比べれば良くなってますけど、環境的にも前と比べれば良くなってますけど、
リリースが必須ってわけではないかなとは思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。